はい、おはようございます。高橋です。今羽田空港、今日はね長崎、空港に向かっていきたいと思います。どうさあ、今回はね初めてのパワーラウンジっていうのを使ってみようと思ってます。これは ANA の位の高いとかそういうのじゃなくて、クレジットカード持ってれば誰でも入れるやつです。初挑戦。はい、長崎空港到着しました。出張ではこの初のですね、船の上で行ってみます。長崎に来るのはね3回目ですね。船乗る人って誰もいないんだね。見てください、僕だけだ。ちゃんと動いてんの。はい、10分ぐらいでね到着しましたよ。今日泊まるホテルってあれかもしんねえな、もしかしたら。ここからのこれ、やっぱりホテル多分安田オーシャンホテルだからこれだね。これ一緒行ってみます。まあ、でもチェックインできないかも。明日ね結構飛行機が早いんで、こんな目の前だとすっげー楽ちんかもしれない。これはいいですね。ナイスホテルだ。まだね約束の時間まで少しあるんで、どうやって待機しようかなと思ったんですけど、スターバックスがあるじゃんね。これならいいかもしれない。ここからのこれさ、ホテルの入り口がわかんねえんですよ。これ正面に回ってくださいとかって、これどうやんだ入り口が。ちょっとそこだけ確認をしてスターバックスに行こうかな。なんかですね、これこっち側も正面じゃないぞみたいな、ないぞ正面が。いまあいいや、ちょっと1時間ぐらいスターバックスで待機かな。行ってきます。東京出てくるところからこれで長崎行ってきますとかってやってるんで、ありがとうございます。今日の、はい、今日のお部屋はこんな感じです。まあこじんまりとちっちゃい感じですけど、さっきの船乗り場、もうね今コンサルティングじゃなくて研修か、今日は終わったところで、これからねみんなでご飯を食べに行きます。ちょっとチェックインしたところです。よし、行こう。ここだ、つかさ。こんにちは。みんな、なんか、ずれてもらっていいですか。こっち来てもらっていいですか。私、いや、もう今ここでこう見えますから、行きます。僕ね、初めね、ええ、高橋さん見たときに、はい、なんかほら、こう、投影するやつとか用意してたじゃないですか、パソコンだパタパタとして、はいはい、私ねはっきり言ってね、その設備屋さんと思ったんですよ。あ、僕がセッティングする人でね、あそこの部屋にもみんな集まりだした時にこうごそごそやってたじゃないですか、お前早起きてセッティングしたんだろうと思ったあ、そうだったんですね。そしたら高橋さんが講師でついてあ、結構な UFO なんで、多分ちょっと言わんでよかったと思う。危ない危ない。あ、そういう感じだったんですか、ね。いやでも良かった。そこがもう第一印象ものすごいインパクトがあって。いきなり。すげえ。お醤油いただいちゃいました。濃ゆめのお醤油。
社長が釣ってきたね。すごいね。すげえっすよ。ありがとうございます。元の写真はないと。元の写真。そう釣ったそのないね。いや釣った時の写真。あ今からあの釣ってきてくれるらしいです。釣る動画を神崎を持ってくっす。おお。じゃあはい。ライトアップしていいですか。いいですか。いや今日これを学びに来たんですよね。学びました。すみません今日は遠いところありがとうございます。非常にもうなんか僕たちが考えてた想像してた講習と全然違って。あ本当ですか。いやものすごく楽しかったですし、やっぱりまあなんか僕たちはやっぱり胃の中の蛙だったんだなっていうのをやっぱちょっと感じてしまいました。で、まあ、社長が YouTube やるぞって言った理由がちょっと分かった気がしました。で、まあ、それも本当にありがたい講習を受けさせていただいて。社長の本ありがとうございました。ね、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんグラスを、はい、乾杯。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。ライト消すとめっちゃ暗いですよ。ほら。あ、本当だ全然違う。あ、っていうか画面両方にあるんですよ。両方両方と。これなんですか。松尾。これタイですか。これがタイで。パタ。タイが美味しかったもん。皮はそのまま刺身で皮はついてない。こう最初。まだもうちょい。カキフライは大好きなんです。いや私カキフライだ。むしろもう食べに行っちゃいますから。かじゃあ一個どなたか。あ大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、おはようございます。高橋です。めっちゃ晴れてます。で、朝7時20分のもう船に乗ってですね、長崎空港行って、でもう東京恵比寿に戻りたいと思います。おお、いい天気じゃないですか。最高ですね、これ。ここでした。ホテル。からの目の前がフェリー乗り場なんで、マジでここね、超楽ちんですよ、これ。8時25分、発、6